ございます。今日はプレジャーボートで相模湾、できることならタイを釣りたいけど何か美味しい魚が釣れればいいなと思います。頑張ります。ぐらいに、ね、ずっと一緒に止まりみたい。え？え？このボートの下とか。マダイ？え？あ、本当だ。え、どれどれ？マダイ？いや、マダイマダイ。あ、本当だ。マダイだ。すごい。本当。後ろにもいたよ。網ですか？いや、網では救えない。で、昨日も初島のマリーナ行ったんだけど、はい、マリーナの中にね、マダイいたの。先日紹介したリプレイのタイ釣り道具一式、今日はこれを使っていこうと思います。みんな撮影してる。これがね、タイナーバイオのね、だからはい、エンジン止めちゃうから船少し流されるけど、はい、自分で他の人と絡まないとか寝掛かりしないとか自分で気をつけてね。了解。めっちゃ人いますよ今日。すごいね。たまにサバが回ってるみたいだから、はい、うん、サバが来たらジグの眉の方が多い。私こっち側の方がいいのかな。そうだね、こっち側の方がいい。いるじゃん。まえちゃんこれできる？ピックアップ中に。なんだろう。あ、俺行くわ。俺行くわ。なんでしょう。俺行くじゃん。しかもジグで。そんな滅多に当たりないよって言ってる。おいおい。なんだろう、なんだろう。言ってること当てになんねえ。何が出る？何が当たる？結構なんか重い。結構重そうだね。引いてる。ダブルダブル。ダブル？あ、サバだ。サバ入ってるの今。1個どっか行っちゃった。1個どっか行っちゃった。今ね、2個行った。2個行った。今さ、下回ってるからジグで釣れるよ、サバ。ワンカウントに入れていいんすか。いいの。1は1でもマイナス1ポイントタイで5ポイントぐらいかな、ね、タイ釣れば挽回。いざとなったらマリーナに行って必死で救うんだけど、ね、あれ救いたい。確かに。あ、またなんか何？あれ、嘘じゃないっぽいな。なんだなんだ？ジグか。なになに？
あれあいつか、ポイント、おお来た、サバ、おお、サバ、いいね、いいね、急いで釣るよ。サバ回ってんだな、よし、すぐさま釣ると思う。サバ、サバタックン、サバ釣ってくれ。サバ釣ったらもういっぱい釣って私にちょうだい。サバ食べたくてしょうがない。たくさん釣ってお裾分けですよ、もう。私はもうひたすらタイラバをやることに決めたから、よっぽどのことがない限りはこれでいきます。ただあんな感じ、ただあ、ブタ族じゃないね。ブタ族じゃない。おった。おお。逃げた？俺も抜けた。すごい。群れがいるぞ。群れいるのか。惑わされる。惑わされるよ。めぐちゃんが、めぐちゃんが心動いてる。心動いちゃうよ。戻った。おお。はい、働く緩すぎだ。サバか、サバか、すげえガッツリ来てる。これいいサイズじゃないですか。お、お、重たい。これはね、エソじゃないぞ。エソじゃない、エソじゃないぞ、エソじゃない。すげえ効く。網いくね。はい、後ろをどうぞ。お、お、サバ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 だ、ナイス。おお、おお、おお、大きい大きい、いいサイズ。ありがとうございます。なるよ。やったね。やったー。三匹ぐらいあと。すげえな。魚逃げそうなぐらい。食ってやるって。おーちゃん、棚どんぐらい？棚は結構十巻きぐらいだから、多分真ん中ぐらいした本当に。そこじゃないっす。そこじゃないんだね。ベタそこじゃないっす。乗った、乗った。嘘でしょ。入れ食いじゃん。入れ食い、入れ食い。なんとか次持てる。さっきでかい。入れ食いだ。抜けてないじゃん。だったら抜き上げられるかな。でかい稲田だったら引くけど。なんだろうね。でもさっきより。剣も稲田ほどは引いてない気がするな。サバだー。サバ？サバだ。サバじゃない？サバだと思う。あれ？俺もサバだと思うよ。サバだよ、サバ。あ、でかいね。あ、でかいでかい。でかいでかい。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 まあ当てないでいいよ。あ、しかもあれだ、釣れた。あ、釣れたからだ。だからさっきやったら。ね。でもでかい、いいサイズ、いいサイズ。でかい。いいサイズ。いや、やった。押すわけできる、これで。やべえ。邪念が勝った。入れ食い、入れ食い。やっ、食欲がち、ね、あと2匹だから、あと2匹で私の分もある。私のサバも釣って、私がタイ頑張るよ。じゃあサバ釣るよ。タイの話どっか行っちゃったけど、今日サバ狙いに来たんでしょ。だって車になってもいいんだけど。うん、そうだよ。これデザインなんか可愛いね。そうですよね。そう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 。アクセサリー屋さんがやってるんですよ。あ、なるほど。アクセサリーっぽいもんね。そう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 。え、何グラム？40。これは60。
これじゃない。うん。乗ったんじゃないですか。うん。なんだ。うん、なんかついてる。そうだね。振り方は。ね。映像じゃないですか。映像？いや、まあ、もうちょいだよ。次緑ですぐ。あ、でもついてる。なんかついてる。グーフーじゃないですか。グーフーさんじゃないですか。グーフー。これ何フー？わからない。あ、違う違う違う。これ違う。何？フグじゃない。何？なんか見たことない。あ、マゴチの種類じゃないですか。なんだろうね。コチ？何これ？なんだこりゃ。めぐったさ、アプリで持ってなかったんだこりゃ。なにこれ、なに、コチだ、コチが、コチだ。でもなんかトゲありそうだから、今日触らないでね。うん、触らないで。へい、なんか釣れた、なんか初めて見たね。なにこれ、マダイ玉、カツフィッシュはよくわからない。なんすかこれ、後で調べます。このトゲ刺そう、刺す気満々だから。なんか食べれそうです。とりあえずキープします。ナイスフィッシュ、とりあえず、はい、謎魚、謎魚。謎魚ね、美味しそう。うんうんうん。お、なんだなんだ、なんだ、小さい、パパ、なんだろう、なんでしょう、あいつ、あいつだったら、あ、カモ、あー、エソか。なんだ、嘘じゃない、カワハギ、嘘、嘘、嘘、なんだ、あ、メジナだ、え、あ、メジナだ、メジナだ、すごい、メジナ、なんと、なんと、メジナが、メジナ、すごい、メジナがなんとハイラバを食べてる、ハイラバを食べてる、まさかのメジナ、すごい、まさかのメジナ、嬉しい、子供の頃に餌で釣った以来だ、美味しそう、ルアー食うやつはでかいよね、どれもね、ありがとう、ハイラバスワーム、ラスワームで、あ、ボーズ逃れた。お、あ、来た、来てる、来てる、だろう、いい引き、でもその感じはエソじゃない、おー、えぇ、やばいやばい、あ、シーバス、え、シーバス、シーバス、今シーバスだったね、あ、すごい、エアーライが、うん、やっぱさ、さっきのさ、イワシだったんだ、あー、イワシにシーバスついてた、でかかった。でかかったね、エアーライ最後にバサンって跳ねるの、あれでルアーを外すのよ、シーバスもいいな、やべ、シーバス出ろ、一般は反応なし、あれ、まあ、ワイナソー、またイワシ探すか、じゃあ、そう、中にいたってことだよ、ん、中にいたってことだよ、イワシについたと思う、全部ついてる、鯉の堀だ。
場を釣りに来たんですよ。めっちゃ久しぶりなんだけど、サビキとかちっちゃい頃にやった以来だ。幼少の頃によくやりました、港で。よいしょよいしょ。今ね、いなくなった下。あら、ちょっと開けて。じゃあ、フルーティーな香りって書いてあるよ。なんかね、ブドウガムみたいな感じで。へえ、まさかの、まさかまさかのサビキチャレンジ。なんかもうついてる気がする。ついてるついてる。やったー、お魚が釣れたー。もうプルプルしてる俺の右手に。魚の当たりがプルプルしてるよ俺の右手に。全部つくまで待とうって。でもね、多分全部ついてる、多分これ。ほら大量だ、あー入ってる。メキタのもう足元今プルプルしてるよ今それね。めっちゃ泳いでる足元今。あ、嘘。あ、もうついてる。ついてる。今しゃくって餌出したら速攻ついた。何個ついてるかな。4個ついてた。楽しい。魚がマリーナに戻ってきて、マリーナのスタッフに聞いても謎は謎のままです。とりあえず内臓とエラだけ抜いて持って帰ろうと思います。謎魚。というわけで、先日紹介したタイラバ、マダイ玉で釣れた初フィッシュは謎の魚でした。例の謎の魚についてなんですけど、魚に詳しい知り合いに写真を送ってちょっと判断してもらったんですけども、相模湾では希少種の青三島という魚だそうです。調理法は昆布締めがおすすめということで、今回また青三島の昆布締め作ってみようと思います。今回はまた残念ながらタイは釣れなかったんですけど、謎の魚改め青三島が釣れたり、小サバが釣れたり、仲間5人全員何かしら美味しい魚が釣れたということで、みんなでワイワイ、とても楽しい情報になりました。今回の相模湾プレジャーボートの情報、いいなぁ、楽しそうだなぁと思ってくれた方はぜひグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。次回、青三島の昆布締め編に続く。